豪華ハワイロケで注目の飛べ新番組、トゥービーンが開幕。11月23日、滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、飛べが公式 YouTube チャンネルでの生配信番組、トゥービーンの初回を発表しました。この新番組には、平野志陽、岸優太、神宮寺優太など、 ト部所属の豪華アーティスト陣が参加する予定で、その初回がなんとハワイロケで展開されるというサプライズも発表されました。この記事では、ト部の新番組、ルービーンについての興奮と期待、そしてこれまでに明らかになった内容に焦点を当てて詳しく紹介します。 ハワイロケの舞台裏トベの新番組、トゥービーンがハワイでのロケーションで開催されるという情報が発表され、これには多くのファンが驚きと興奮の声を上げています。ワイドショー関係者によれば、これはトベが本気で YouTube を通じた新しいエンターテインメント体験を提供しようとしている証拠と言えるでしょう。近年の YouTube の高いクオリティのコンテンツに追随する形で、 トベは新しいバラエティ番組を展開することになりそうです。ハワイでのロケーションが選ばれた理由については、まだ公式からの発表はありませんが、トベ所属のアーティストたちが11月中旬にハワイで目撃されていたことから、この番組の企画に関連していた可能性が高いとされています。 初回配信においてはインパクトが必要であり、ハワイロケを観光したとすれば、その制作には相当な予算がかかっていたことが伺えます。ファンの期待と反応公式ツイッターには、初回はハワイロケってことオールロケなのか、トークありなのか歌やダンスの披露もあるのか、楽しみを膨らませて待ってます、といった期待のコメントが寄せられています。 トベのファンたちは、これまでのパフォーマンスやトークに期待を寄せながら、新番組の内容にワクワクしているようです。特に、ハワイでのロケーションがどのように番組に組み込まれるのか、多くのファンが興味津々で待っています。目立つアーティストたちの関与と、新展開の予感ハワイロケに参加するであろうトベ所属のアーティストたちには、平野志耀、神宮寺勇太、 シユうなどが挙げられており、彼らが新しい YouTube 番組にどのような魅力をもたらすのかが注目されています。ファンたちは、この番組において新しい一面やトーク、そして楽曲の披露があるのではないかと期待しています。 また、ファンの中には、10ンへの出演が言われているアーティストたちが、デビュー曲の披露や新しい音楽ビデオの解禁といったサプライズに期待している声もあります。特に、トベの新番組が、歌番を連想させるファンもおり、旧ジャニーズ事務所の人気音楽バラエティ番組を彷彿とさせる展開に興奮が広がっています。 地上波テレビへの挑戦とトべの大型イベント予告ワイドショー関係者は、トべの新番組が YouTube において地上波テレビの番組と遜色ないクオリティを提供する可能性についてコメントしています。さらに、11月25日の午後7時に配信される初回は、地上波テレビで旧ジャニーズ事務所の所属タレントが活躍するタイミングでもあります。 トベのアーティストたちが YouTube 番組で地上並みテレビから一定数の視聴者を奪う可能性についても言及されており、その影響がどの程度のものになるかが注目されています。また、ワイドショー関係者によれば、トベは来年3月に東京ドームで大規模なお披露目ライブを行うことを検討しているとのことです。これが実現すれば、 飛べの大型イベントとしてファンにとっては待ちに待った瞬間となるでしょう。このような大発表も11月25日の10便で行われる可能性があり、その内容がファンにとってどれほどの驚きと感動をもたらすか、ますます注目が高まっています。 人気爆発の飛べアーティスト、ナンバー・アイ・ナンバーワンの異例の成功記事では飛べの YouTube 新番組、ルービーンが人気アーティストグループナンバー・アイ・ナンバーワンによってどのように受け入れられるかが焦点になりそうだと分析しています。ナンバー・アイの3人、平野志洋、神宮寺勇太・岸ゆ太が飛べ合流を果たした際の生配信は、 同説102番人を突破し、その人気の高さを証明しています。また、最近では彼らがイブ・サンローランの香水、リーブラ、リブレ、とタイアップした際のプロモーションビデオが異例の成功を収め、その人気はさらに加速しています。ハワイロケの舞台裏においても、 ナンバーアイの人気が際立っており、ファンが期待するだけでなく、業界内でもその成功に注目が集まっています。このような状況がトベの YouTube 新番組の成功をさらに後押しすることは間違いないでしょう。トベの新番組、d ー b ー n は、ハワイロケという大胆な舞台設定や、ナンバーアイなどの人気アーティストたちの参加によって、 ファンの期待を一気に高めています。YouTube 番組としては異例のハワイロケを観光することで、トベは視聴者に新しいエンターテインメント体験を提供し、地上波テレビとの競争にも挑戦しています。ナンバー I の成功を背景に、トベはますます注目を集め、その未来に期待が高まっています。 11月25日の初回配信がいかにファンを引き込むか、その結果が楽しみで仕方ありません。